生殖器の病気がペットちゃんって多くて、はい、まあ嫌だけどっていう子が、まあ、後の2割。あ、教えて、あつし先生。おーい。はい、あつし先生、今日もよろしくお願いします。はい、愛ということで。テンション高いんか、どっちなんかちょっとわかんないですけど。はい、早速ね、今回はやっていきたいと思うんですけれど、はい、今回ですね、ペットはこう、避妊去勢はどう思ってるのかっていう風なところで、ちょっとお伺いできたらなと思うんですけれど。ペットに100匹聞いてみたらね。あ、100匹聞いたと。はい。なかなかな数。結構じゃあ、正確というか。そうですね。100匹に聞いたんで、結構正確なんじゃないかなと。数は多いと思うので、ちょっとじゃあ、その辺についてお伺いできればなと思います。はい。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそれでは早速本題に入っていきたいと思うんですけれど、はい、まずこう、僕あんまりペット飼ってないので、わかんないんですけど、こう、避妊去勢ってやっぱ皆さん、するのが一般的なんですか？避妊去勢は、やっぱりネットで、言ってたりとか、はい、まあ、獣医さんとか、ペットショップの方が、この、おすすめするんで、うん、なぜかというと、生殖器の病気が、ペットちゃんって、はい、多くて、そこの病気が多いんですよ。はいはいはい。はい、子宮と睾丸ですか。あ、はい、多いから、こう手術をしましょう、うん。はい。先に取っておきましょう。っていうことなんですけど、はい、結構ね、術後に死んじゃう子が、あ、結構やっぱ体にもストレスで負担が。たまに、あ、そうなんですね。10匹、20匹に、ね、1匹とかは死んだりとか。そうなんです、ね。するんで。結構じゃあ危険っちゃ危険。そうなんです。この男の子の場合は、はいはい。外のたまたまを取るだけなんで、はい、まだ楽なんですけど、はいはいはい。女の子がお腹を開けて子宮を取らないといけないので、あ、なるほど、結構な負担。そうですね。なので、出血が止まらない。食欲がなくなった、はい、そっからなくなった子っていうのが結構いてるので。あー、なるほど。メスの方は結構じゃあ負担。結構あるって感じなんですね。ありますね。ちなみにやっぱその避妊とかやっぱ去勢したら子供赤ちゃん生まれなくなりますよね。はい。そうやってなんかいいというか子孫が残っていかなくなっちゃうんで。それは結構ね、爆発的にウサギとかっていうと、はい、ほっといたら爆発的に増えるんで。はい、あ、そうなんですか。はい。一回で何匹も出産。一回でね、6匹とかで3ヶ月ペースとかでそれが起こったら、1年で崩壊するんですよ。それはやばいですね。はい。なんでそういうためにっていうのもあるんですけど、まあでも大体は1匹でも避妊去勢をする場合があるんですよね。ねえ、なるほど、なるほど。その、繁殖力ってやっぱペットすごいんだ。そう、そうなんですね。すごいですよね。なるほど、なるほど。まあじゃあそういうふうなところの避妊去勢っていう現状がある中で、まあ、厚石先生今回そのペット100匹に聞いて、はい。ペットちゃんの気持ち的に、まあ人間、今は人間からのこう視点でいろいろこう考えてたと思うんですけど、ペットちゃん的にはどう思ってるのかっていうふうなところをちょっと聞きたいなと思うんですけど。そうですね。はい、人間はやっぱり賛否両論ね。はい。はい。どっちがいいかっていうのがあるんですけど、ペットちゃんから聞いた。はい。で、100匹募集して、昔やったことがあるんですけど、はい。7割の子が、はい。嫌だって言いますね。あー、そうなんですね。はい。だからよくわからないですよ。なんで、そんな何もなってないのに、はい。取るのって、それ意味がわからない。なるほど、なるほど。って言って、拒否する子が、重くそ拒否する子が半分以上。あ、そうなんすか。はい。なるほど。で、まあ、まあ、しょうがないか、みたいな拒否っていうんですか。はい。まあ、嫌だけど、っていう子が、まあ、あとの2割。ああ。はい。で、あとの、じゃあ、ね、3割の子たちはどうなのかって言ったら、すげえ賛成してるわけじゃないんですよ。ああ。何かっていうと、任せる。ああ、もう飼い主に任せるとか。はい。そこはもうよくわからないから、はい、お任せしちゃうっていう子が多かったですね。あ、そうなんですね。はい。でもめっちゃポジティブにやってっていう子はほぼ。ほぼいないですね。だって僕、人間だって、あ、まあそうですね。その、要は大腸のね、はい、する人が多いから、先に大腸切っとこうよっていう、ならないですよね。ならないですよね。確かに。はい。なんで、癌の一番恐れのある部分を先に取ってしまおうっていうのは、人間じゃ考えられない。考えられないですね。確かに。なんですけど、ペットにはやってしまうっていう、なるほど。はい。病気のリスクがあるから、はいはいはい、そんなの、ねえ、人に言ってもリスクは絶対につきものだったりとかするので、はい、そこはちょっとね、もう自分はどう考えるのかで責任持って、はい、避妊去勢をする
って、うん、いうところにしか、まあ、たどり着かないのかなっていうところですよね。なるほど、なるほど。まあ、じゃあ今回そのね、去勢した時の、まあ、うん、いいことというか、まあそういうふうな病気になりにくいとか、まああるっていう側面もあるんですけど、ペットちゃん的には、こう、7割ぐらいが結構嫌だっていう、まあ人間に置き換えたらっていうさっきね、例え、やってもらったと思うんですけど、はい。まあそういうふうな、まあどちらかをこう、どちらもこう考えて、まあ避妊去勢、まあやるんやったら、まあその辺も考慮してあげてほしいなっていうところですよね。そうですね。はい。今回ね、100匹に聞いたっていうのは結構な、数を取ってるので、はい。まあ、割と正確なんじゃないかなっていうのはあると思う。そうですね。はい。ぜひ今回の動画、ぜひね、参考にしていただけたらと思います。はい。じゃあ、それでは本日もありがとうございました。はい。ありがとうございました。今日の格言。愛が一番。いいよ。